台湾にいる日系の B2B メーカーさんに朗報です。ウェブマーケティングが本当にブルーオーシャンです。今やれば競合他社を相当圧倒できます。この動画では台湾にいる日系の B2B メーカーさんがウェブマーケティングでどんなことをしているのか、なぜ僕がブルーオーシャンかということをですね、できる限りわかりやすく説明したいと思います。B2B メーカーさんは本当に必見です。はい、やってまいりました。プルミントメディアのお時間です。お相手はプルミント代表の佐藤です。こんにちは。今日は冒頭でもお話ししましたように、台湾にいる B2B メーカーさんが、ウェブマーケティングでどんなことをしているのかっていうことをですね、お話ししていきたいと思います。今、B2B メーカーさんは台湾でウェブマーケティングを始めれば、相当有利なポジションを確立できるっていうふうに僕は思っています。この動画ではですね、主に3つのことをちょっとお話ししたいと思うんですけれども、1つ目が、どういった B2B のメーカーさんが台湾でウェブマーケティングをしているのか、あるいは始めたのかということとですね、次に、具体的にどんなウェブマーケティングをしているのかというお話と、で、最後に、具体的にそれらの会社さんは、いくらぐらいの広告予算を使って、で、実際にどんな数字の改善が見られたのかっていう、この3つについてちょっとお話をしていきたいと思います。じゃあ早速お話をしていきたいと思います。まず、どんな B2B の会社さんが台湾でウェブマーケティングを始めたか、あるいはしているのかっていうお話なんですけれども、弊社ですね、去年お問い合わせがあった B2B の会社さんのうち、まあ大体3社ぐらいは、メーカーさんでした。そのメーカーはどういうメーカーかというとですね、まあ電子機器を売っている会社さん、あるいは電子部品とかかなを売っているような会社さん、なんか半導体関連の電子部品の会社さんみたいな、内訳でした。で、その他にはですね、ソフトウェアを売っている会社さん、B2B 向けにソフトウェアを売っている会社さんからも、2、3社ぐらい去年問い合わせがありました。で、この問い合わせっていうのはですね、2020年ですかね、急に来たという印象があります。はい。それまで僕ら2019年、2018年とかって、主に B2C の会社さんからお問い合わせをいただくってことが多かったんですけれども、去年、急に B2B の会社さんからの問い合わせが増えました。で、その背景には何があるかというとですね、やっぱりコロナウイルスがあったと思います。コロナウイルスが発生して、皆さん営業に行けなくなったと。会社訪問ができなくなったんで、じゃあどうやったら営業ができるかっていうのを考えた結果、ウェブマーケティング、DX 化とかデジタルトランスフォーメーションとかって言われてますけれども、ウェブマーケティングにたどり着いたんだと思います。で、実際、お問い合わせをいただいた B2B の、例えばメーカーさんとかに、今までどうやってお客さんにアプローチしていたんですか？どうやって顧客を獲得していたんですか？どうやってリードを獲得していたんですかっていうお話を聞くとですね、皆さん主に3つ施策があって、1つ目が展覧会で、2つ目が会社訪問で、3つ目がテレアポみたいだったんですね。で、コロナウイルスでこの3つ全部できなくなったんで、じゃあどうしようかっていうお話になった時に、もうウェブマーケティングしかないよねっていう、結論にたどり着いたんだと思います。なので、今傾向として B2B のメーカーさんがどうやら本格的にウェブマーケティングを始めようとしている、あるいは始めているっていう印象を受けます。で、ただし、B2B メーカーさんで僕が一番懸念しているのはですね、スピードになります。お問い合わせをいただいた会社さんもですね、やります、やりますって言って、結局、やるまでに、数ヶ月かかった会社さんいますし、あるいはもう数ヶ月かかって、結局いろいろ話し合ったんですけれども、やりません、みたいな、会社さんが、いました。それはなぜかっていうとですね、やっぱりデジタルマーケティング、あるいはデジタルのことって自分たちわからないんで、なんか怖いっていう印象があるんだと思います。なので次に、B2B メーカーさんがウェブマーケティングで具体的にどんなことをしていて、どんな数字が上がってきているのかっていうのを、説明するんで、この動画をもとにですね、本当にウェブマーケティングっていうのを台湾で始められると、本当にいいと思います。じゃあ次、二つ目なんですけれども、こういった B2B の会社さんが具体的にどういうウェブマーケティングをしているかっていう話なんですけれども、違う動画で台湾のデジタルマーケティングについてお話ししているんですが、結論から言うとですね、Google の検索広告が、まずやるべきだなっていうふうに思います。で、この理由なんですけれども、Apple Mint ではですね、まず、ターゲットっていうものを考えます。
で、このターゲットってどうやって定義をするかというとですね、主に2種類のターゲットに分けています。で、この2種類のターゲットはどういうターゲットかというと、皆さんの製品を必要としている人、そして皆さんの製品を必要としていないけれどもプロモーションあるいは宣伝をされたら必要と思う人というこの2つのターゲットです。で、B2B メーカーさんに関してはもう後者は捨てていいと思います。なぜなら、例えば半導体の電子部品を広告して、うわぁ、その商品すっごい欲しいって思うようなケースってほとんど稀だと思うんですよ。B2B に関しては、もうこの電車の御社の製品を必要としている人しか、御社の製品を買わないと思うんですね。じゃあこの電車の製品を必要としているターゲットにはどうやってアプローチしたらいいかっていうとですね、この電車、製品を必要としている人たちはどうやってその製品を探すかっていうことを考えればいいんです。一つ目、展覧会に行ったりしますよね。で、二つ目、Google の検索広告だと思います。まさか Facebook や Instagram に行って半導体の電子部品とか電子機器を探すなんて人はいないと思います。なので、弊社が B2B のメーカーさんからお問い合わせをいただいたときに、まずご提案するのが、じゃあ Google の検索広告から始めましょうっていうお話をします。で、実際に B2B のメーカーさん、あるいは B2B のソフトウェアの会社さん、B2B の会社さんはですね、大抵 Google の検索広告から始めます。なので、具体的に B2B の会社さんが何をしているかっていう答えなんですけれど、まずは、Google の検索広告をしましょうっていう、お話です。で、じゃあ次に、どれくらいの費用をかければいいかっていうお話になってくるんですけれども、僕のおすすめはですね、まずは、15万元、日本円で、まあ、約50万円ぐらいあれば本当に足りると思います。15万元ぐらいかければですね、おそらくほとんどの会社よりも広告の露出量で圧倒します。僕が台湾にいる B2B メーカーさんはウェブマーケティングをすると本当にブルーオーシャンですよって思う理由はですね、ここの広告予算っていうものがあります。仮にですね、15万元かけたとします。そうするとですね、Google 広告には、どのキーワードに対してどれぐらい広告露出できましたよっていう数字が見れる場所があるんですね。オークションインサイトって言います。15万元、まあ、日本円で50万円ほどですね。50万円ほどって、まあ、日本人の、給与にしたらですね、まあ、大体社員2人分ぐらいになると思います。社員2人分の広告費をかけるだけで相当有利になるってどういうことかっていうとですね、他社さんがあんまり広告予算をかけていないんですよ。仮に15万件ぐらい出せば100回検索されて、おそらく50回以上は広告を出せます。商品数とか、キーワードの単価でもちろんこれ保証はできないんですけれども、僕が B2B メーカーさんの広告運用していて、その経験からだいたい15万件ぐらい出せばほとんどのキーワードで 50%、60% 以上の露出頻度、露出の割合っていうんですかね、露出はできるかなっていうふうに思います。で、じゃあ他社さんはどうかっていうとですね、他社さんは注力しているキーワードでは、例えば100回検索されたら20回、30回ぐらい、まあ、20-30% の割合で広告を出そうとしていたりするんですけれども、日本のメーカーさんと比べると広告予算が多分4分の1とか3分の1ぐらいです。で、日本の日系のメーカーさんってやっぱりその辺有利で、まあ、なぜなら日本で商売してるんで、台湾のメーカーさんより確実にお金があると思うんですよ。なのでその分広告予算が出せるはずなんですね。で、さっきもお話ししたみたいに、50万円って社員多分2人ぐらい、営業社員2人分ぐらいなので、それって日本の会社からすると、まあ、そんなに負担じゃないと思うんですよ。でも台湾の会社さんからすると、台湾の会社って、まあ、そもそも平均月収が4万元ちょっとの世界なので、そんな台湾の会社からすると50万円って結構な額なんですね。なので広告予算をそれなりにかけると、自分たちが指定したキーワードで広告を出そうと思った時に、もうなんか独占市場というか、自分たちの広告しかほとんど出ないみたいな状況が生まれます。まあ、なので B2B のメーカーさんは具体的にどれぐらいの広告予算を投下したらいいかという話なんですけれども、これ一概には言えませんが、だいたい15万円ぐらい出せば、日本円で50万円ですね、50万円ほど出せばだいたいこと足りるかなというふうに、ね、思います。で、じゃあ最後に、15万件あるいは B2B のメーカーさんウェブマーケティングをして、まあ、どんな成果を得られたのかっていう話なんですけれども、例えばあるメーカーさんなんですけれども、広告費をですね、まあ、大体 4,5 万件ほどかけて、リードの獲得数っていうのが、まあ、30件ほどありました。で、ちなみに、このメーカーさんの、まあ、商品単価なんですけれども、まあ、割と高いものから、
そんなに高くない部品とかまで、まあいろいろあるような会社さんなんで、このリード件数が取れたからといって、すごいいいかっていうと、まあそれがすべて、安い商品に対するお問い合わせだったら、まああまり意味はないかもしれないんですけれども、仮にですよ、今この現状、展覧会を開けなくて、会社訪問が難しい、あるいはテレアポしてもほとんど効果がないみたいな、この時代で、そもそも2、30件リードが取れるっていうことは非常に大きいっていうふうに、僕は思います。なので、ウェブマーケティング、まあ、特に Google の検索広告ですね、は、B2B のメーカーさんは、50万円ぐらいでスタートできるんで、まあ、そもそもためらう理由はないんじゃないかなっていうふうに僕は思います。で、しかも、今、始めれば、検索広告をしているのって、自分たちぐらいになるんですよ。他、数社やってますけれども、全然広告予算投下してないんで、そこに急に15万件、50万円の会社がポッて現れたら、その会社さんはですね、自分たちの広告しか出てないみたいな状態に本当になります。なので本当にブルーオーシャンです。まあ、なので、まあ、もしも B2B のメーカーさんで、台湾でウェブマーケティングをしたいんだけれども、ちょっと悩んでいるみたいな方はですね、まあ、この動画で私が、まあ、お伝えした内容とかをですね、日本側にちょっと伝えてみて、まあ、50万円でスタートできるよと。で、しかも、どうやらリードは数十件取れそうですと。で、しかも、50万円払ったら、まあ、なんなら他のメーカーさんほとんどしていないんで、僕らばっかり広告が露出されて、僕らだけの認知度が上がりますよみたいな話をしても、そんなになんか、誇張した表現じゃないと思います。まあ、なので、日本では DX 化とかデジタルトランスフォーメーション、ウェブマーケティングって皆さんお話しされてると思うんですけれども、台湾ではコロナの影響があんまりなかったっていうこともあってですね、地元のローカルのメーカーさんとか、ローカルの B2B のメーカーさん、あんまりウェブマーケティングに対して積極的じゃありません。だから、この機会にウェブマーケティング今始めてしまえば、本当に強いっていうふうに僕は思っています。以上、アップルミント代表佐藤から、台湾における B2B の会社さん、B2B のメーカーさんのウェブマーケティングの、現状でした。この動画が、まあ、台湾でウェブマーケティングをしようとしている B2B のメーカーさんの、助けになれば幸いです。では、また。